死ねかすぼっちの冒険。あ、カズトシ、今日の夜さ、花火大会あるじゃん。え、ロックな方の。いいですね、花火大会。なんだよ、オタク入ってくんなよ。俺の心の隙間に。なんかごめん、いや、会話に入りたかっただけだよ。お前いつも通り独り言で喋ったわよ。いや、俺独り言言ってたことない。誰と勘違いしてる。うるせえ、埋めてやろうか。お前の心の隙間。さっきから表現が文学的だ。文豪カズトシです。オッケー。でさ、陰キャが話しかけてくんなって言ってんの。いや、花火大会素敵だなと思って。こりゃ花火大会人々の心を癒す素敵なもんだ。感性はピュア。あ、こいつこの感じで感性はピュア。素敵だからなんだっつってんだよ。あ、いや、そのなんか一緒に行きたいなと思って。無理に決まってんだろ。なあ、カズトシ。ちょっと待って、ちょ、お前それ M1 出れるって。お笑いなめんなよ。いや、こいつぼっちだから R1 だ。そこはあんま気にしてない。で、僕ついていっちゃダメなんですか。逆に陰キャと陽キャの俺らがなんで行かないといけねえんだ。すぅ気づけ、さっきまでの語彙力どこいた。まあとにかくオタクは一人でショールームの花火のギフトに潜っとけ。え、なんでショールーム知ってるんですか。てか、ギフトまで。お構い入れ方お構い。こいつ一人で多様性をすごく体現している。まあまあ、ゆうき、俺と一緒に行けばよろしいやん。嫌だわ。おい、何言ってんだよ。何言ってんだよ。気づけ、ノリやって。行こうや行こうや。こいつ待て、キモいなマジで。まあ陰キャ同士で行くってのが一番楽なもんよ。そうやな、じゃあ18時ぐらいに集合しよっか。ぼっちの冒険。あ、やべ、そういえば集合場所言うの忘れてたな。この神社からがな、一番行きやすいけんね。神社に来てと。ぼっちの冒険。あれ、まだ連絡つかんな。もう花火大会始まるぞ。ぼっちの冒険。おや花火全部打ち上がり終わりて。もうちょっと花火の打ち上がる音で聞こえんけど、叫んでもいいから。バカ野郎、あちんちんどうかな、悔しいちんだね。ぼっちの冒険。いやー、昨日の花火マジよかったな。マジであの花火は味噌汁飲みたくなったよ。どんな、あの味噌汁飲みたくなる花火ちょっと見たいんだけど。いやー、ほんと昨日の花火よかった。つなべ、お前。ああ、昨日行けんね、ごめんな。行けんでって、お前、じゃあなんで花火切れやったこと知っとんや。いや、神社行けんかったけん、こいつらと花火見よったやん。はあ、お前、俺と見るって言ったやん。しょうがないやん、いろいろあってさ。お前、先に俺と約束しとったろ、お前。それ、裏切れって、お前。え、なんでた？え？うわぁ！元カノ名前やねんか。そう、神社に行きない理由があったよ。もういいよ、お前、クソ、もじゃもじゃ。ぶち死ね。言い過ぎやろ。ぶち死ねって何やねん。これ以上どうやって死ぬ。もうええよ、お前、お前と一緒つるまん。おい、陽キャと絡むけんな。あ、勝手にしろ。もうね、あいつらに復讐します。はい、ちょっと作戦立てます。ぼっちの冒険。おい、聞いたか。聞いた、広瀬涼子不倫したの。タイムリープしてる。いつの話それ。違うよ。あ、じゃあキャンドル準備。また福岡で花火大会開かれるらしいぞ。え、マジか。え、いつ。今日。とある人物がクラウドファンディングで金を集めて開催することになったらしいんだ。まさかキャンドルじゃん。違うよ。いや、とにかくまた一緒に行こうや。いいね、バイオグラ用意してんの。おっしゃ、俺も行くぜ。楽しい。え、俺も行きたいな。あ、まともにかよ、おたけ。なんで遅いぞけ。出口の霊、トンネルの霊。なんでいつも俺だけハブる。だって陰キャ面白くねえや。そうだよ、陰キャっつうのいつも面白くねえんだよ。じゃあお前ら、俺が笑かしたらお前仲間入れてくれよ。いや、絶対笑わんけ。よし、いいよ、最初 OK やな。おい、おい、バカ何をしてんの。何をしてんの。しかも笑ってくれんし。何とにかくお前はハブる。陽キャ軍団に行くわ。ドンマイドンマイ。なんでだよ。なんでやねん。ぼっちの冒険。結局一人で花火大会来ることになったな。まあいっか。だって俺は。おお、祭り口あるやん。あ、ゆうくんや。いいこと考えた。一回ぐらいだけやろっかな。祭りくじの景品、金込みへのサイン入り生写真じゃね。絶対当てるわ。うわ、俺も生写真狙おっと。陽キャはどうせにわかやろ。オタクの俺に譲ってください。うるせえ、先に当てた方が勝ち組なんだよ。くそ、絶対にあいつより先に出てくしない。俺が先に行く。俺が先に行く。俺を。誰だお前。いや、今関係ないやつもなかった。くそ、先に引きたかった。アホやろ。じゃあ何で譲った。しゃ、5万円分引くぜ。5万。はっちゃんもほとんどなくなるよ。外れ外れ外れ。もう全部外れかよ。じゃあもう一回。おっと、次は俺の番だろう。なんで先に引かせたか。バカだったかな。
ミスじゃないんだよ。お前が先に引いてくれたおかげで残りの枚数はあと2枚。つまり後に引いた方が当たる確率が上がるってもんなんだよ。作戦だったのか。行くぜー。終わるなー。外れや。外れるんかい。じゃあ次俺行きます。当たったー。ダメー、俺が勝ち組だってね。いやまんまと引っかかってくれたな。毎度ありは。なんでエプロン、まさか。まあ後でわかるから。いや今ちゃんと言えよ。おう、言う、何しよう。わ、いや花火言おうや。うん、見る。あー、じゃあ、うん、見る。どっちの冒険。リンゴ飴やっと買えたわ。うまそうやん、いただきます。俺のなのに。悪い悪い、なんか言うこと聞いてやるから許して。じゃあ、この後花火大会一緒に見ませんか。友達と見るの夢だったんですよ。あー、陽キャペアで見るから。お前も一緒やん。言うこと聞くって言ったよ。嘘に決まってんだろ。言うきゃ黙るよ。騙されたあなたが悪いんだよ。かわいそう。まあとにかく陰キャは俺らの特等席入れねえから。こいつはいい。いや明らかに陰キャ混ざっとるけど。は、この陽キャピアに陰キャいねえだろ。立場的にガチ特等席案内できるんですけど、本当に省けんすか。立場、お前ただの陰キャさ。後悔しても知らんぞ。だろこれ、たまや金玉や金玉やシネカスシネカス。え、ちょ、これどうなってんの。まさか。ざまあ見て。ちょ、バラさないで。いずけよ。もう次俺やん、絶対。特になし。え、なんか言ってよ。おうおう、後悔してるかい。ユキ。おう、元親友。これを見てくれ。おい、わしやないかい。おい、わしカラオケ、おい、わしやないかい。どんな花火作っとんねん。お前、まさか、この花火大会を主催した人物か。よく気づいた。頭ですぎやろ、クラウドファンディングの友達の。まあ、IQ140 なんだね。いつも独り言ばっか言ってて、何をするんですか。すごいやつだね。いやいや、だからその独り言って誰と間違えます。いや、何言ってんの。俺らがお前をハブってる理由、独り言ばっか言ってキモいからだよ。え、いやいや、モッツといつも話してるだけだろ。ユキ、いつか言おうと思ってたんだ。いやいやいや、やめてくれ。そのはずは。もう分かってるだろ。いや、知らない。いや、分からないって。いつか、いつかで言わないとって思ってたんだ。いや、ダメだ。言わないでくれ。俺、実は死んでるんだ。そうだろ。俺が見えてるのはお前だけなんだよ。だから独り言って言われてたし、たびたびお前が無視されてたのは、そういうことだったのか。あの日神社に行けなかったのも、俺が幽霊だからだ。違う、俺を騙したわけじゃなかったんだろ。そうだ、行きたかったけど行けなかったんだ。そういうことやったんや。幽霊でも、これからも仲良くしてくれるか。もつ、この花火を見てくれ。ああ。何でよ、だおれ。お前、せっかく感動の流れ、なんで無理っぽいやねん。もうだもほら、お前こっちを出るとは。お前、お前のせいで俺は独り言って思われてはぶられただろうかと思う。あっと、うん、そこたまや。人望登録知ってね。人望登録知ってね。怖いよ。ありがとうございました。人望エンドじゃないんだ。これお二人終わったんですか。お疲れ様でした。大盛況でした。まだ知らんけど。もう大成功、もう本当よかった、ね、本当か。あと2日、今2日前だぞ。こっちの冒険ミンヤツだろうが。